ただ、ループのね、めちゃめちゃ良かったところはですね、横向いてね、むっちゃね、寝やすいんですよ。こんにちは、カオルンです。本日は、久しぶりに耳栓、イヤープラグを紹介していきたいと思います。今回は、こちらになります。ドン!ループさんのイヤープラグ、ループクワイエットでございます。イェイ!実は2年前に出したビクターの耳栓の動画、こちらね、非常に大好評でして、本当にありがとうございます。たくさんの方にチェックしていただいて、本当に感謝しております。ありがとうございます。でね、このループクワイエットがね、ビクターの耳栓と並行してね、皆さん気になってるみたいだったので、僕もね、気になってしまったので、今回ね、紹介をしていきたいと思います。このループの耳栓、実はね、3種類あるんです。今回ね、紹介している睡眠に特化したクワイエット。あとはライブのね、コンサートとか、あとはね、スポーツ観戦っていうね、大規模な会場、大きなね、音が出るところで、こうね、音を低減してくれるエクスペリエンス。あとはね、この日常生活版っていうことで、まあいろんなね、日常の音、子供の声とかね、聞きながらその声自体をね、低減してくれるエンゲージっていうね、3種類があります。今回はね、睡眠に特化したループクワイエットをね、紹介しますので、このね、ビクターの耳栓ね、いろんなところで使えますけど、今回はね、睡眠に特化してやっていきたいと思います。僕自身ね、睡眠がね、一番ね、耳栓を使う機会なので、今回ね、やっていきたいと思いますので、まずは基本スペックから見ていきましょう。どうぞ!はい、基本スペック行ってみたいと思います。値段が2690円となっております。ちなみにビクターはね、3960円なので、だいぶね、今回の方がコスパがいいです。色の方もなんと9種類ございまして、非常にね、多いんです。まあ、一個一個はね、非常に、まあ、シンプルなデザインなんですけれども、まあ、カラーがね、めちゃめちゃあるので、そこでね、こう一つアクセントかなといった感じでございます。そしてこちらね、まあ、睡眠に特化した耳栓となっておりますが、遮蔽レベルがマイナス26デシベルとなっています。まあね、このマイナス26デシベルってね、どのくらいすごいかというところなんですけれども、まあ、人間がね、寝てる時にだいたい気にならない音の大きさっていうのがね、35デシから40デシベルと言われています。でですね、だいたい家の中で聞こえてくる音っていうのが、まあ、人の喋り声、あとは洗濯機、掃除機、テレビ、あとはトイレのね、洗浄音なんかもありますけど、こちらがだいたい60デシベル。そしてクーラー、換気扇なんかは50デシベルとなっております。そしてこのループクワイエットは、このね、家の中で聞こえてくる50から60デシの音をですね、だいたいマイナス26してくれますので、まあ家の中で聞こえる音っていうのが25から、まあ、35ぐらいに収まってくるので、まあね、人が気にならないその寝る音35から40にはまあ収まってくるという感じでございます。ちなみにビクターはですね、マイナス35デシしてくれるので、さらにね、音がちっちゃいっていうところでちょっとね、優秀なんですね。ちなみにいびきの音っていうのはですね、だいたい50から60デシに収まってくるはずなんですけれども、まあ人によってはね、80デシっていう犬の鳴き声がね、横でまあやられているような感覚の場合もあるらしいので、まあそういう場合はね、耳栓全くね、無意味になってしまうので、そういう場合はまあパートナーの方とかね、相談してやってみてください。素材の方はソフトシリコン製を採用しておりまして、快適な装着感を実現。4つのイヤーピースを付属しております。はい、デザインはね、こんな感じですね。一色で非常にシンプルとなっております。まあね、寝る時なんで問題ないですね。ただね、カラーはめちゃめちゃ種類豊富なんで、そこはね、アクセントとなっております。好きなのね、皆さん選んでみてください。でですね、ビクターとね、比べるとこのループめちゃめちゃ小さいことがわかりますよね。だいたいね、ビクターの方が普通のイヤホンなので、まあそれよりね、かなり小さいといった感じでございます。持ってる感じもですね、めちゃめちゃ軽いですよ。まあね、ビクターの方もめちゃめちゃ軽いんですけど、まだね、持ってるなっていうね、感じはわかります。ループの方はですね、持っていてもね、なんか持ってんのか持ってないのかわからないぐらい非常に軽いです。ただ、ビクターの方はですね、外でも使えるね、めちゃめちゃかっこいいデザインっていうのがね、いいので、まあそこら辺ね、今回のループはね、寝る用なので、使い分けてみてください。このリングはですね、取っ手の役割をしております。つけるときに非常につけやすいです。あとはね、LR の区別もないので、そこら辺もね、つけるとき簡単でいいですよね。
あとはね、ケースもついてるのが非常にグッジョブでした。ビクターの方はですね、巾着だったので、僕ね、こういうケースがいいなと思ってたんですけれども、今回はね、ついててとても良きでございます。ただね、ちょっとね、開けにくいので、そこら辺だけね、飛び散らないように注意が必要です。この開けるときに少しね、こう爪をね、入れてね、強くね、上に上げなくちゃいけないので、そこはね、ちょっと注意してみてください。はい、実際にね、つけてみました。どうでしょうか？まあね、非常に密着性がありますね。小さい分ね、耳の中でね、ペタッとね、奥まで入れて貼り付けなくちゃいけないっていうところがありました。ちなみにビクターはですね、この耳の入り口のところでね、がっつり開いてね、押さえてる感じなので、耳の中っていうのはね、少し空間があって開放的でした。まあね、ここはね、かなり個人差が生まれてしまうかなっていうところですね。僕的な、まあ個人的な意見はね、ビクターがいいかなと思いました。ビクターのね、やっぱりね、中が開放感があるっていうところがね、僕的には好きで、ループのね、密着性はね、まあかなりね、こう遮蔽されてるかなっていうね、安心感を与えてくれてるんですけれども、まあ中でね、グッとね、張り付いてるところがちょっとね、ストレスだったのと、あとはね、長時間つけてると少しね、痒くなってしまうかなっていう感じでした。ただ、ループのね、めちゃめちゃ良かったところはですね、横向いてね、むっちゃね、寝やすいんですよ。ビクターもね、もちろんね、寝やすい、横向いて寝やすいとね、紹介したんですけれども、よりね、ループの方が良かったですね。これがね、ループの方はね、非常にね、ちっちゃいので、横向いてもね、ほとんど当たらない。めちゃめちゃね、違和感なくね、寝ることができました。あとはね、肝心のね、遮音性レベルなんですけれども、全くね、問題ありませんでした。これに関してはね、ビクターの方がね、まあ、数値的には優秀と書いてありますけれども、まあ、ほとんどね、ビクターも、このループもね、差はないかなと思いました。ちょっとだけベッドから離れたドライヤーの音っていうのがね、全然気にならなかったので、まあ、大体ね、少し離れたところから聞こえるドライヤーの音がね、65dB ぐらいと言われてますので、まあ、65dB から、まあ、26dB 引いたこのね、音っていうのがね、全然気にならないというところは、まあ、他のね、50から60dB の家の中で聞こえる音っていうのもね、大丈夫かと思います。あとはね、肝心のね、隣人の音っていうところなんですけれども、まあ、隣人の音もですね、まあ、だいたい家の中で聞こえてくる音のね、10デシ下げた状態で壁からね、伝ってきますので、そこら辺も大丈夫かと思います。でね、このね、ループに関わらず、耳栓でね、一つだけね、欠点だなって自分で思ってるのが、直接ね、壁とか、あとはね、下の階からね、天井を伝ってね、やってくる振動音かなって思ってます。壁とか天井を伝ってやってくる音って、ベッドがね、直接、まあ壁、あとはね、床に接してるので、振動音としてやってきて、で、さらにそのベッドの上に乗ってる僕らがですね、頭とか耳にね、触れてますので、まあそういう場合はね、耳栓、耳じゃなくて体をね、伝ってきちゃうので、そこはね、違う対策が必要かもしれません。あとはこのね、ループクワイエット、ビクターと違ってね、ちょっとだけね、取れやすいかなと思ってますので、そこら辺もなくさないように注意してみてください。はい、ということで今回はループクワイエットの耳栓イヤープラグを紹介していきました。デザインの方はですね、非常にシンプルだったんですけれども、まあね、非常に小さいサイズ感っていうところで、横向きでね、寝れるっていうのがね、とてもレベルが高かったっていうのと、遮蔽レベルもね、全くね、ビクターと比較して問題はなかったと思います。ただ密着性っていうのがね、非常に高いですので、まあね、普段使っているカナル系のイヤホンですね、こちらを使ってて、まあだいたいね、すっぽりはまってて違和感ないなっていう方はですね、ビクターがおすすめですし、逆にね、このループっていうのはね、非常にコスパがいいので、一旦ね、こちらで試していただくっていうのもね、ありよりのありかなと思っています。今回紹介したループクワイエット、あとはね、ビクター、あとはね、このループクワイエットの兄弟ですね、エクスペリエンスとエンゲージのね、このね、詳しい製品情報っていうのをね、下の概要欄に貼っておきますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、ということで今回もカオルンチャンネルご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツやっております。そして年内ね、500人目指してやっておりますので、皆さんね、よかったら応援お願いします。ということで、また次回のカオルンの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。